Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going everywhere. Just a city boy, wild as a soul's joy. He took the midnight train going anywhere.遠藤翔と申します。よろしくお願いします。いつも越えられる山も渡れる川も避けては過去を振り返り、何かのせいにして、 Yeah, super frustration。 暗がりの中のガチェネレーション、やらなきゃやられるんだって、取らなきゃ取られるんだって。どこに向かうの、この汽車の行方は次の駅まで同じ顔ぶれて、どこに向かうのか揺れる狭い汽車の中、君が笑えばほらね不安なんてない、誰だってそうさ、俺たちに自信なんてそんなにないから、いつも誰かと比べては先を急いで、夢見ることやめれずにいつまでも少年のままで生きてる。そんないつも狭い汽車の中、いくつかの挫折を越えて大人の階段を登るスーツ姿の、そんないつも狭い汽車の中、俺たちは時に不満をこぼしてたどり着けないことを人のせいにして、いつもなら越えられる山も渡れる顔も避けては過去を振り返り、何かのせいにして、 Yeah, super frustration。 暗がりの中もラックジェネレーション、やらなきゃやられるんだって、取らなきゃ取られるんだって。どこに向かうの、この汽車の行方は次の駅まで
ransomware. Yeah, we are one big team on a midnight ransomware. Yeah, we are one big dream on a midnight train. Somewhere, somewhere, somewhere. たちは時に不満をこぼしてたどり着けないこと、人のせいにしていつもなら越えられる山も渡れる川も避けては過去を振り返り、何かのせいにして一体何がどうなって、同じ汽車の中で震えてる俺たちにヘッドライトなんてないか、そんなの探す余裕すらないから、手を取り合ってお互いを認めて一人じゃないってことを確かめて、それから何度戦ってもそれから何度いがみ合ってもそれから何度助け合ってもいい。チームという曲でした。みんな宮城大学生なわけでしょ。だったらね、みんなチームだから。わかってんじゃねえか。するぜ、そうでもしないと迎えらんない、もう耐えらんない、俺のキャパオーバー、全てを敵に回したって、大事にするとか大事にしないとやめとけ、かっこ悪いから誰かやじってる側に混じるのはそれで結構、得意げな顔しちゃってこっちは全然楽しくない、なんぼ言ったって乱暴なんだって、そんなの誰も聞いちゃいないからね、ね、そうでしょ、だって歳だけ重ねる誰でも大先輩なら、そんなやつなさようなら、それだすいません、もしませんなんて言いつつ、僕もの怒りは逆にメラメラ、顔はヘラヘラって笑ううち笑っとけ、いざという時まではそれで OK だけど、一生それじゃ嫌でしょ、若者なんてみんなバカ者で、ああもう嫌になっちゃう、孤独
僕の世界に俺一人ぼっちめんくらっちゃってめんへらっちゃってやり場も行き場も見失っちゃってるんじゃない、これは運じゃない、悪い夢の主役はあんたじゃないからね、そこで気を抜くのもバカ者で動じないそれも若者で、泣き出しの手に入れたのは少しの自由とオンボロ車さ、夢見てたフォードは遠く離れた川の向こう側走って、誰が乗ってるかって覗いたら左側の窓開いて、得意げな顔で笑ってる、こっちは全然悔しくないからね、ねえそうでしょ、だってアクセク稼いで買った車だもん、君のフォードのさよなら、夢に心地で走り抜ける俺のマシンでもないし、カチンときたぜ、世の中全然平等じゃないのは知ってるから嫉妬はしないけど見下す態度が許せない、ああもう嫌になっちゃう、孤独な世界に俺一人ぼっち、みんなになっちゃってメールなっちゃって、やり場も行き場も見失っちゃって、ね、これは運じゃない、悪い夢の主役はあんたじゃないからね、そこで気を抜くのはバカ者で上目指すそれが若者で、ですね、あのゼミの先生もそこにいる前で本当にあの久しぶりに会う昔のバンド仲間とかもいたりして、あの卒業しながらこうやってね、あの普通に働きながら普段はスーツ着て営業してるんですけど、その中でも営業してるんだ、そうそうそう嘘話をするぜとか言いながら営業して、そうそうアンクだねショーパンクショーパンク、それでまあ結局こういうイベントってあのみんなそうだと思うんですけど、最初はみんなマスターベーションなんですよね、あのとりあえず気持ちいいみたいな、気持ちいいよね、気持ちいいみたいなそれ歌にしました。マスターベーション、ガレンのがさマスターベーション、それはもう分かっているけど、他に楽しめること一つないなら一人盛り上がったっていいでしょ、ダメなやつの象徴、気分は上々芽生える衝動、響くダンダラ、で飛び出す大冒険、守るべきはそれぞれの世界観、刺激求めて繰り出す大公開、 Yeah Oh 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 Feel your rubber the world, rubber the world、yeah.
それからはあなたの時代、これからは歩いていくのさ今日の日を、どんな時でもこうやって辛い時まで行けるとこまで行っちゃって、歩いていくのさ今日の日を、どんな時でもこうやって時としてそれはあなたを解き放つから。今さらに何を言ってんだ、頭の中夢で溢れてる、一人盛り上がるしかないでしょ、ダメなやつの象徴、気分は症状、芽生える衝動、響くダンダラ、灰になって自由になっちゃった、と腐るなしで気分は症状、そこに何見た、夢にまで見た、芽生える衝動、響くダンダラ、まだ早いかな。この身一つで飛び出す大冒険、守るべきよそれぞれの世界観、刺激求めて繰り出す大公開、 Yeah Oh 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 Feel your love the world, love the world、 これからはあなたの時代、これからは Yeah 歩いていくのさ今日の日を、どんな時でもこうやって詰まるところのマスターベーション、生きるとこまで行っちゃって、どんな時でもこうやって腹の底から声出して、行けるとこまで行っちゃって、歩いていくのさ今日の日を、どんな時でもこうやって、時としてそれはあなたを解き放つから。アメーションという曲でした。子供に聞かせんな。真っ先に前に来てんだ。さ、ステージのここにあの QR コード、まあ、テイクフリー QR コードって QR コード無料なの当たり前なんですけど、あの書いてるので、あの俺の YouTube とかライブ情報とかそういったのがあるので、まあ、卒業生がこうして、社会人しながらどっかで頑張ってるんだと、そういう気持ちで見てくれればいいかなと。ですね、ちょっと大学時代のことを振り返ったり、4年生の時なんですよね、卒業旅行だって言ってアメリカを横断したんですよ。あのシカゴからロサンゼルスまでなんかレンタカー借りて、66ルート66ってシカゴからロサンゼルスまで取ってる旧道なんですけど、そこをですね、本当はあのピックアップトラックで行きたかったって言ったらトヨタのカムリーで、あのレンタカー、そこはやっぱ安全志向で行ったんですけど、でやっぱりなんかそういう経験って今現役の人あのいると思うんで、なんかこれ意味あんのかなとか、こんだけなんかやっててもどうせあの社会人になったら役に立たなくなっちまうとか、いろいろ考える時期がそのうち来ると思うんですけど、そんなことないと、俺だってそのアメリカ旅行から帰ってきてね、まあどうしよう、どうやって話せばいいんだろう、何から話せばいいんだろう、この目と耳
俺が全身で感じたことは巡り巡って行き場を失う。全てが消える前に頼むから、消えてなくなる前に、口下手な俺が今から言うことを聞いていてくれ。何か一つでも君に伝えたい。俺はきっとあれからずっとそうなんだ。夢心地だけど現実はそれを許さない。だけどきっとあれからずっとそうなんだ。君だけがちっぽけな俺を世界に繋ぎ止めた。出してるんですけど、やった曲もマスターベーションとかも入ってるしね、今の曲も入ってるし、次やる曲も入ってますね。次最後の曲なんで、もしよかったら買ってってくださいな。大学割引で500円引きみたいな。いやいや、はい、じゃあありがとうございました。遠藤翔太でした。じゃあ最後に、なんか夢とか言いますけど、夢はね、持っていたいなという感じで、皆さんそれぞれ持ってるものを忘れずに、俺も忘れてないので、夢は君の胸を離れたという逆のタイトルなんですけど、聞いてください。
ずっと夢見てたことさえも誰にも言わなくなってしまったね。あとは消えるのを待つだけなのか。ついてそれなりの言い訳もできるようになり、大丈夫だよって笑ってみせる。本当はとっても怖いはずなのに、Oh!
てください。